まあでも、バニーはゾウゾウしかいないんですか？いや、だから帯。ああ、まあ、ああ、しかいとないみ帯たい。だけ？多分、しかいないと思う。なるほど。レックスがいたら胸熱だけどね。まあまあまバニーレックス。あまあ。え、でも卵集めりゃ、スキンでできるから、全恐竜にできるか分かんないけど、つけれると思う。どの子が一番似合うんだろうな、ウサ耳。これでしょうね。はゴリではないことは確かです。ふざけんなよ。まあ、ゴリの恐竜じゃないからね、むしろ。メンバーの方だから。メンバーでも決めないとね、誰が似合うか。うん。ゴリ目入ってくるんだよね。ぶっちぎりかもしれん。ダルさん、ちょっとこっち来て。パズちょっと立ってるよ、そこ。え、なんすか？ちょっと立ってるよ。はい。ダルさん、ちょっとこっち来て。天川さん言ってたんじゃね。そうですね。多分ね。なんすか？あ、そう、そうですああ、ね。俺のこれか。これか。警視庁でやっと気づいた。後頭部のこれは気づいてたんですけどね。本当 後頭部のこれは気づいてたんですけど。顔面は知らなかったな。佐々君とだから浜風さん2人でキャッキャキャッキャやってた時です。だからあれ隠れて寝てんのか、天笠さん。もしかしてバレた時用え、に。そうなんですか？俺なんでここで寝てんだろうと思ったもんだって。じゃあ仕返ししねえどういうと。こと？仕返ししねえと。よし、筆を持て。よし。顔面に書いてきてやる。マジで。ふざけてんじゃないわよ。本当だ。ずれてる。完全そう、に。なんで俺そこで寝てんだろうと思ったんだよね。誰か筆を。我に筆を貸してください。筆なんてすぐ作れんだろ。そっか。あれ、この卵取れねえ。あ、取れ我た。に筆を。堂筆を々持エッて。グ。筆何で作るっけ。糸皮とファイバー。本当だ。本当だ。で、どこにいんすか？彼は。探しなよ。バックスペース押して探しなバックスペース。よ。うん。隠れんぼだ、隠れんぼ。あ、そういうことか。UI ああ。を消してってことですね。そう。5人だ、あの人。絶対わかんないですが、バックスペースなんかなくしたら。で、俺は日々のチェックしてるからさ。でも、日て々の。かでも寝てたらあれですよね、わかんないですよね。寝たら名前出ないの、これ。出ないんじゃないですか？え、マジで？わかんないです。あ、本当出ないわ。い本や、当な出ぜないわ。ね。私、あ、見つけ浜たの？さん、はい。もう書きまくりですよ。こいつ、隠れて寝てたでしょ。許さねしかも、ハイデルジ装備。え。全部書いてありますよね。何書こうかなと。乳首は塗っといた方がいいんじゃね？茶色に。もう 入れ墨です、入れ墨。卵。堂々エッグだ。ほんと生まれえな。これ他人に入れられたこういうのって自分じゃ消せないですよね。消せない。死ぬまで。うん。あ、普通に装備とか脱いで死にそうだけどね。え、どういうことですか？いや、わざと死にそうだけどね、装備とか脱いで。ああ、ひどいな、それは。あの人ならやりかね。まあいい。恥をかけ、恥を。その間、俺は背中にうんこを刻む。背中にうんこを刻むってなんかよ、語呂がよくないですか？いや、どうなんだろう。語呂がいいのか、それ。全然良くないと思うね。まあ、うんこがゴロゴロ転がるイメージを想像すると語呂がいいのかもしれんけどね。語呂だけに。うんこがゴロゴロ。うんこがゴロゴロで語呂がいいと。いや、どういうまちょ。あ、アークのうんこはほら、ゴロゴロしてんじゃん。あれ、何なんですかね、ウサギですかね、みんな。ウサギかヤギ。
俺はもうこのマウスのね、やっぱこの絵をね、やっぱりこう集中して描いていかないと、やっぱり、僕はやっぱり、職人としての意地がある。いやでもほんとうまねえわ。これ何合わない時です間ぐらいね。寝てるんですか？2時間3時間ぐらい。わお。うん。やべ、しくった。くそ、しくっちゃった。やべ、消そう。しかもシフトをしながらやるとちょっと太くなるんですね。あ、そうなの？あ、そうなの？今気づいた俺も。ええー。本当に？それははい、いい発見。近づいて、めっちゃホイールで近づいてやってみたら太くなったよ。マジか。やばい、最初からこっちで書いとけばよかったそれはな。やっ新ぱり、発見だあ、ぞ。ん？出た？はじめさん、来て。出た？マジ、ちょっと待って、行く。ついにその時が来たか。どれどれ。この時、歴史が動いた。やっとかよ。歴史が動いた。マジ？歴史動いた？歴史が動いた。マジか。ついに来た。この時を待ってたぞ。おお！明らかちげえ。29分で鉄ポンしますよ、これ。そうガなんですよ。普チ？通の卵と同じ。わお。真っああ。白。わあ。わお。ピックアップ。わお。で？シャリってやったら、全般ですよ。やりませんよ。やなりんまかせん。説明のとこになんか、なんかクッキングポットなんちゃら、インプットなんちゃらって書いてありませんでした？書いてる。あ、それがだからあれ、クッキングポットで、あれ、何？入れると、あ、クラフトフルできプるリの。ントでっていうそうこそうとそうですそか？うそ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 う、ここで。こいつ入れると、これ多分1個増えてるよ、ほら。で、こ、あ、これでデスポーンしないじゃん、でも。デスポーンの時間が出てない。本当だ。これちなみにさ、これさ、どうやってペイントすんの、これ。なんかでもあれだと置いてましたもんね。なんかどっかにいろんなところに。やってみていい？上のテーブルで。いいですよ。まあとりあえずもうこれで間違いなく無っていうことは分かったんで、とりたあえださ、ず。これさ、普通の卵だとさ、ユースアイテムで食うんだよね。ああ、どうやって置くのかってことですよね。でも普通にスロットに入れて、それもう押すしかなくね？建築物みたいに。はしみさんできましたよ。そう、ちょっと待ってね。まあそこど真ん中に置いてください。違う、これストラクチャーってなってる。普通の1個はさ、だってさ、今週メーブルみたいになってんだよ。置けるわ。あ、床にも置けるわ。え、これ置いマたらジっす取れか。るよね？取れるよね？取れるよね？どうなんですかね。まあいいんじゃないですか、もう1個ぐらい。1個ぐらいっていうか。おお、素晴らしい。本当だ。まあまあいいじゃないですか、もう。いいじゃないですか、もう。これ。ちょ、パイセン、ブラシくれ、ブラシ。そら、ちょっと待ってくださいね。ガチ。まあまあまあ。はい、どうぞ。いいですよ、もう。そお絵描きを楽しみましょうよ。う？いや、お絵描きだったら俺の作品見た方がいい。いやいやいや。ああ、書けるわ。あ、ほんと、シフトだっほたらちょっとあれだ。ら。太くなりますよね、シフトをなる。やりながらなる描くわ。と。ほんとだ。しましまにする、みんなの模様入れて。なんかたくさん書いてる。
え、嘘。またその顔ですか。何何、すごい幸打ちそうなんですけど。俺も書きたい。ものすごい幸打ちそうなんですけど。俺の作品上に持ってきたいな。このここのこの机の上に置きたいんですよ、僕の作品。マジで持ってこいよ。え、これはしごを登りながらっていけるんですか。あそこは無理かですよね。うん、いやマジで見てほしい、この世紀の作品を。いや見てください、この俺ちゃんとももにもか、もも2つに書いて。いやこれバックスペースちゃんと押して見てもらいたいですね。やっぱり素敵ですよ、やっぱり芸術なんつったって。お絵かきしてる、めっちゃ完璧。今のみんなあの、あの入院した時の友達のギブスに書く感じみんな書いてていいよ。あ、出た、わかりました。しかも取れ、それ見てください、それちゃんとドラッグして腕とももとか全部見える。ちゃんと書いたんですかね、これ。全部書いたんですか、ちゃんと。すげえな、おい。よろしく。このうわ、すげえ。あ、うわ、結構細けえな。後ろすげえな、このタトゥー。タトゥー、もう死ぬまで一生背中に背負う。背中に背負うのは輝かしき、うんこ。タグさんも殴ってみた方がいいですね。これ装備つけといた方がいいって、絶対。あ、そうですね。うん、隠しといた方がいい。気づかねえから、多分。いや、でもそれにしないとつまらないですか。え、よくないですか。どうですか。じゃあこれペイントのやつ持ってたったら、それで見た方がいいよ。ペイントのやつで見てください、タグさん。それでちょっと回してください、回してください。腕とか。よっしゃ。すげえな。雨風参上ですかね。ちょっとこっち側でした。うんこ背負いし男、その名雨風、よろしく。いいね、人にペイントするの楽しいわ。卵もペイントしていいよ。はい、好きなだけ。じゃ俺の顔を塗ったやつはぶち殺してるからな。足の裏に書いといてやった。かわいそうに。ちょっと待って、でもこれさ3時間でさ1個なの。しかも30分でデスポンすんのか。だ、取れればもうストラクチャーになるからいいんだ。うーん、辛すぎんだろそれ。しかもあれピックアップできねえって。もうかぼちゃもそうだったもん。でもかぼちゃとか死ぬほどあったからな。死ぬほどありましたね。マジか、これ唯一ピックアップできんのドラムだけじゃねえ。証拠隠滅だわ。あ、そうか、これ。あ、そうなんのか。鎧に書いちゃうんだ、脱がさないと。そうですよ、はい。なるほどね。だから俺剥がしたんですよ。なるほどね。はい。そういうことか。いやでもやっと拝めたな、本当に。誰だ、隣で脱がしたやつ。やっとだよ、マジで。僕も書きたいんで、貸してください、その絵を。これ？はい。ちょっと待って、てかペイントブラシって俺さ、なんかいっぱいあったような気がする、あそこに。なかったっけ？どこです？いや、この塗料入ってるとこ。入ってます？下。あ、まあいいや、こう、入れとこう。他の色もあったわ。てか赤とかめっちゃあんだよな。ほんと、あの人。自分の色めっちゃ作れるから。
よし、帰ってくる。いや、たまたま赤がいっぱいできただけですよ、あれ。本当かな？俺の絵心チャレンジだ。はい、何描こうかな。これで模様はつけれるんだ。え？この左のカラーレジオン。本当だ。っていうので、こう、しましまみたいにはできるんですね。マジ？はい。え、これ反映されないよね？多分押さないとなんないんじゃないですか。この DYE アイテムっていうのを押さなければ。あ、そうか。反映されないんじゃないですか。あ、やべ、色持ってなかった。あ、そうなんだ。あるんだ、パターンが。じゃあ。パターンもあるみたいです。まあ、パターンって言ってもそんなにあるんですけどね。なんか、あるわけじゃない。パターンしたらその上にも落書きできるの？違う色で上塗りみたいにすればできるんじゃないですか。そういうことか。まあまあ、でもいっか。いやでもこれさ、はい、取れないのかよ。まあいいんじゃないですか。まあね。でも3時間で1個で3時間で1個どんな苦行だよ。しかもそっか、動けないっていうね。100しかないんで、なんかの表紙に壊れますよね。マジ？なんかその辺でなんか誰かがはしゃいでたらガチやりそうだな。多分壊れますよ、それで。やりそうだな。まずいですよ。いや、それ用のなんかあれ作ったらよかったね。あのちゃんとした卵置き場じゃないですけど、うん、まあまあ1週間あるからそのうち何個できるかっていうのはあるけどさ、何個取れるかっていうのは、まあ、いいんじゃないですか。まあそうだね。でもスキン作れてよ、スキン。せめてゴリミのほんと頭だけを作ってやるて。でも30分で消えるっていうのきついですね。きつい。せめて半日ぐらい持っててくれたよな。どうがめたわ。いいね、卵。